ライブ中。どうも、ボビーアドレザーのボビーです。今日は、2022年の10月17日ですね。まあ、ゲリラ配信っていうか、まあ、いつもの、大阪のボビーアドレザーのアトリエからですね、ライブ配信してます。まあ、普段、なんですかね、いろいろね、こう、パナマでこうポシェットを作ったりとかいろいろしてたでしょ。で、まあ、いろいろ、制作もね、やってまして。例えば、ね、今度、納品する、ね、レザーハットね、パープル&パンサー。って感じで。今もね、制作してるんですけども、まあ、今日、まあ、月曜日のこの時間なんでね、まあ、多分アーカイブでとか、何かでね、この配信をですね、知ってもらうっていうパターンだと思うんですけどもね。まあ、今ですね、キャスケットをですね、今制作してます。で、まあ、ほぼ、形にはなってきてるんでね、もちろん一から作ってるんですけども、それをですね、普段ね、最後の方、こういうとこがあるんですけども、まあ、手縫いなんですよ、実はね。ミシンでみんなこうパーッとやってるようなイメージが多分あると思うんですけどね、その一周をですね、ずっと前、ひがな、なんですか、やってるんですね、こう。で、それを、ね、どのように、これが、できているのかそれをですね、まあ、何フィニッシュまで完成まで、お届けできたらなと思ってね、今カメラを回してます。ね、どういうふうにしてものが出来上がっていってるのかをね、動画での方が伝わりやすい的なことも聞いたんでね。それで、スマホの画面なんですけども、まあね、ここスイッチャーとかあったらいいんやけど、まあそこまでのもないんで、ね、ちょっとね、今ね、いろいろこう、見えるかな？見える？ね。今このキャスケットね、作っていますけどもね。でも、だいぶ形ができてきて、まあ、こう周囲のこの、なんて言ったらいいのかな、このぐるりのね、ところをね、こう手抜いて、まあ、だいぶここまで追い込んでやるんですけど、これがまあ最後、もうあとこんだけなんですけどね、これぐらいだったらまあ、こう、様子をね、見るだけでも、見るのも退屈はせんかなのでね、で、こういう感じでね、最後はね、この手抜いって結構、手間なんですけど、最初にこうで、あそこでですね、そこでね、例えば、これどうやってね、見にくいな。これ、こういうなんでね、これ使って、小槌で、一個ずつね、一発ずつ穴、こうやって穴開けるわけですよ。で、穴、ココンと、コンコンと、ね、失敗して、ちゃうとこやぶ、もう、行ってもらったらもう終わりですけどね、一貫の。もう、なんていう、もうそういう失敗は、数多く、泣きそうになるからありますよね。今、こういう感じでね、これね、だいたいね、糸のね、こう、縫う、遠いっていうね、ほら、頭の囲みで、遠い、ね。これ、まあ、だいたいその3倍ちょいぐらいのサイズ。これの、まあ、これが仮に、まあ、60センチとしましょう。まあ、小さいもたるけど、60センチプラス、かける3やから、1メートル80、2メートル近く、ね、使う。ほんで、この、太い針を、この太い、これ、手縫い用のこの糸ですよ。ちょっと、まあ、ネチャネチャしてますけどね、ロー引きしてるんでね。うん、で、これがね、こう、針をね、こう、二つで、ね、使うんですね。これ、針を二つ。ほんでね、高い違いに、こうね、穴開けた穴にね、こう、通していくんですよ。で、この力加減も、もう、体が覚えてるんで、こういうね、この手縫いのね、そう思ったね。この間、妄想でさ、昔の投稿で、革細工の、ワークショップや、ちょっとイベントでやったことあって、
その時にその、もうあの、ね、集められへん。今やったら100均とかだったら買えるんかもしれんけど、当時はそんなんないし、集められへんと思ってね、あの、窃盗をしたんですね。それ分の過去の投稿が出てきて、9年前の。で、ふと思ったんですよ。で、こういうね、あのライブ配信とかするでしょ。そしたらね、なんか、なんていうかな。なんか革細工でちょっとしたものとかね、作れるんじゃないかなって。で、まあ、それでね、今やったらさ、前までね、場所も借りるもあれやし、生徒集めるもなとか、いろいろ考えたりしちゃったら、もうめんどくさいなってね。で、教室って言っても道具もいるし、で、まあ、ね、ここで二人並んでやってもいいんですけど、なんか僕がまとまりで、ほんまにこういうふうな感じで教えるしかないんやけど、それって、あの、嫌やろ。ずっとあの、二人で、黙々と、ね、こうして、こうやってなって作るも、あの、課題を与えてっていうか、ね。だから、あの、今、まあ僕、これ、革ジャンやらいろんなこれ作ってるけど、あの、そんなん作る、あれじゃないよ。もうちょっと、ほら、あれや、もう、あの、至って、あの、よく言う革だよ。こういうの作りたい、ね。いう人はなかなかおらんやろうからね。うん。まあ、あの、そういうね、あの、オンラインやったら、ひょっとしたら、ズームとかね、あの、で、僕がこう、喋って、あの、それこそ、カメラを、ちょっとこれ見て、こう、ね、こういうふうにやって、で、画面を見ながら、これはですね、とかって、この糸の通し方とかあるじゃないですか、こんな。まあ別に、どっかの YouTube かなんか見たら、今あるんやろうけど、要は、なんかほら、ね、そういうふうなことしながら、僕とこう、なんかこう、なんていうの、あの、ええ感じで、の、同じ時間を過ごして、一つのものができた時の感動を味わってもらって、そこからね、あの、レザー制作とか、革細工にのめ込んでもらってもいいし、そこからいろんな発想が出るかもしれへんやん。ちょっとなんか、ね、例えばよく僕がやってみたいなと思うこと一つね、あの、あれ、古典じゃないけど、ほら、なんていう、例えば、ボビーアートレザーの、この、なんか、ボビーアートなんとかスクールとか、まあまあ、仮にね、なんか、レザー、ボビーアートレザーアカデミーか、なんとか、そのなんかした場合に、その主催で、なんか、どっかで、ほら、古典を発表会するとかさ、なんかあるやん。そんなんとか、なんか、ええなぁ、思ったりとかしてな。どっかで、例えば、どっかでね、オフ会でね、なんていうかな、まあ僕はマイブームなとこばかり連れて行くとかさ、例えば万博公園行くとかさ、みんな何人かでね、そういうふうなことをしながら、なんか、いろんなアホアホ企画というかさ、そういうなんちゃうか来年とかやってみたいなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。そんな難しいことは教えませんよ。もし教えても、そんな、なんか、ハンドステッチのどのこのとか、ああいうな、ね、ハードル高いやろうからね。よくあるパターンとかね。うん。最初いろいろ考えてますよ。やっぱり僕が教えるやったら、その、ハンドステッチの世界を教えな、いかんのかなとかね。例えば、今まあちょっとここがあるけど、これも修理せないからかな。修理せないからかな。例えばね、こういうレザーのね、こういう花を作ってみようかなと、コサージュとかね、作ってみようとかね。そういうふうなワークショップとかやってみたいなと。昔こういうのやったんですよ。うん、こういうレザーをね、こうで型紙とかいろいろ送一緒に渡してね、うん、そういうことやってますね。でこれもね、こういう縫う時でもさ、コツがあるわけ。こう通していってね、で今度こっちは、上側ね、先通したところの上側に通してね、で上側にこう引っ張って、ほんだらね、こう見えへんかな、これ、ね。黒と黒やから見えへんね、これ。この縫い目っていうかさ、規則正しい、こう、あのね、これ、マジでバラバラになるんよね。こう、ぐちぐち、ぐいちになったりとかね。これ同じような方向でね、綺麗に、ピッチがね、覆って。そういうふうなことをね、いろいろ実践しながらね、ほんで、まあ、それができた時の喜びというかさ、そういうのを、なんか、やりたいやん。で、なんか、そういうのはね、面白いかなぁ思ってね。それやったら、どこに住んでるとか、ね、別にその、大阪に来んでいいわけよ。で、
で、まあ、例えばその時に、参加できなかったとしても、こうやって作ってる作業の動画をね、見ながらできるわけやん。で、まあ、ここまで、ここまでってこう、ほら、ティーチャブルかなんかの分でさ、置いとけば、今日はここまでって感じでな、なんか、できるやん。やっぱこう、なんていうのな、できた喜びをやっぱりこう、で、まあ、それがさ、やっぱ役には立つと思うよな。例えばね、何やろうな、うん。ちょっとした、例えば、ファスナーが壊れたとか、ほら、ファスナーのほら、持ち手がね、ぴょんとなんか、あるやん。ほんなら、ちょっと、こう、なんか、応急処置的に、革紐でね、ちょっと作ったりとか、できるし。うん。四つ編みとか四つ組みとかね、いろいろな縫い方とかあるからね。まあ、そういう、なんていうのな。まずこう、でき、ああ、よかった。でも、ほんでは、なるべく、ちょっと、カードケースとか小銭とか名刺入れとか、ね、自分でオリジナルのをね、なんか、できたらええやん。ほんで、まだ、材料、ちゅうかさ、レーザーが、あれで言うと僕の歯切れ、で、ボビアトレーザーの、例えば僕とかやったら、珍しい、鉢売りとかもあるわけやから、それもね、なんか使えるしね、なかなか他で見んようなやつ、まああったとしても、まあそれでもいいんやろうけどね、だんだんいろんな世界にね、こう、開眼するというか、アンテナが増えるというかさ、なんていうかというと、例えば今、僕は今、こういうふうに、これスノーピークのを使ってるやろ。そんな感じでさ、別にこれ100均でこんなの売ってるやん。けど、いろいろ100均キャンプ用具を使ってるうちに、なんかやっぱりなんていうのな、なんかこだわりができるとか、あ、これはやっぱりいいなとかさ、なんかいい、なんていうのな、審美眼ができるというかさ、うん。そういうなんで、いいんじゃないかなと。今もね、これ、こういう、通すだけとか、こう、まあ、ある種単純作業っちゃ単純作業かもしれんけど、ね。で、これ、もう終わるぞ。これが、ね、編んでしもたら、ね。これが、完成したら、編み上がったら一回コメントを読ませてもらいますね。ちょっと待ってね。いや、こういうね、手縫いをして止めてますね、ということが、ね、伝わればと思います。ちょっと待ってね。で、まあ、こうやって、まあ、全部、ね、編みましたと。全部こうね、縫い終わりました。はい、終わりました。で、あとはまあ、ここからどうするか言うたら、こう、戻るわけですよ。こう要は、革ってさ、こう、なんていうのな、伸縮するわけよ。で、糸でこう、テンションもかかってるわけ。だから、一回通した穴に、もう一回、こう、通すわけ。戻るっていうかさ、戻す。まあまあ補強っていうかさ、ちょっとこの辺はこれちょっともったいないなといつも思うけどね、っていうかね、足りんかったらもっと悲惨やろ。ちょっとぐらい、まあね、これがいつも僕も他にもこの手縫いの縫い方あるんで、さけどね、ね、まあまあこれこうしてね、でこれをね、切って。ね。見えるんかな、これ。ちょっとして。ね。ちょっと。基本的に黒いもんが多いからさ。黒いもんが多いから。ね、見えにくいやつ。で、まあ、こういうのあるやん。こう切ったとこをね。で、これをちょっとこういうね。こう炙って。ちょっとね。炙って、こう、火ついて、こう、ちょっとカチカチ。ね。で、ここでね、こう目を止めると。ね、これで
で、これひっくり返すと。で、まあ、ええ感じや。ね、ディアスキン。これあれよ。藤岡の川やから、ボッテガベネタとかさ、それと同じところのね。で、そうですね、同じ鹿でもね。うん、いちいちね、どこの、どの頃には、まあ、言わんでもええやろうけど、こう藤岡さんのですね。で、ここに、これがついた完成ですよ、これ。ね、ボビーアトレーザーのオリジナルですよ。シルバーですよ、これ。シルバー925ですよ。うん。ね。ちょっとね、今、もうほとんど残り少なくなってきて、これは、いぼし銀になるわけですよ。これちゃうな。ね、これね。そこそこ、そうですけどね。で、まあ、ちょっとコメント踏みましょうかね。どうやったらやる。あ、小林さん、長いな。たっぷり書いてくれてますね。長文で、うん。徳島も雨なので、うん、登山も明日に しました、うん。11月に小豆島に家族、家内が、両親と、マリさんに、ピー君、予約して、もう予約できたんや。そうか、よかった。キャンセル待ちで、今年だけで小豆島、小豆島神さんおるよ。ほんならあれやん。よかった、ほら。まあ、ライブ終わるやん。ライブ翌日さ、いろいろ行くやん。ならさ、そこもね、車で行くやろ？ならね、いろいろ、また、僕も行ったことないとこよくあるんやん。結構ね、うん。まあ、そういうとこはね、ちょっと、ね、当たりをつけといて、ね。また違う世界が見えるんじゃないですかね。うん。楽しみだね。はい。ありがとうございます。アミキチ。はい。ありがとうございます。ねえ。おじさん、こんばんは。こんばんはね。いつもありがとう。なるほど、アミキチ。ノリノリ。あなた、遅くまで。お疲れ様です。いつものことですよ。いつものことですよ。あ、しんさん、ありがとうございます。うん。はい、さん、皆さん、こんばんは。うん、プロの、職人技を、心を驚かせながら拝見しています。ありがとうございます。それね、もうね、まぁ、ちょっとスマホのね、こういう配信になってしまいますけどね。ほんま、いろいろカメラワークがあったら、ええんやろうけどね。ちょっと、まぁ、こんな感じでね、伝わればなと思います。こういうふうにして、一つのものが。まぁ、ハンドメイドなんでね、僕らのね。使ってるブランド、まあ、レザーブランドっていうのは本当にね、一個一個、その形はいろいろあるかもしれないけどね、一つ一つがこう、ね、手作りで、僕のこの両手からね、生まれてるんですね。はい。うん。なので、うん。小豆島は、ボビーさんと知り合わなかったらずっと知らなかったかも。ああ、そうやな、僕もそうやでいろいろあるけど、ほら、人との出会いで知ったりする場所ってあるやん。僕もそうや。例えば、歌でもそうよ。例えばね、井上陽水さんの、どこの島の片思いって曲があって、うん。その曲を聞いてなかったら、僕は、福岡行っても、どこの島には行ってなかったやろな、思うし、僕はね、好きなとこなんですよね、実は、どこの島っていうのは。どこ島っていうかな。うん、どこの島かな。とかね、いろんな、地名とかっていうのもね、僕はね、中渕剛さんの歌とかね、松山千春さんの歌とか、そういうふうな歌の歌詞に載ってる地名とか、ただ、さだまさしさんもそうですよ。東京の、キネガワ橋って曲があるんですけどね。キネガワ橋から水道の道に行けたかってなかなかあるんですよ。それ、どんな川なんやろとかね。うん。白髭神社ってどんなんだよ。あとレモンっていう曲があって、日、湯島聖堂の白いってね、湯島聖堂ってどんなとこなんやろとかね。そういう感じで、いろんなとこ僕は曲の歌詞とか、そういうところからね、ずっとね、それこそ小豆島の、ね、田舎の
高松行っても高松ぐらいまでしか、もうほんまに行っても姫路か大阪かな。そんなもん何年に一回や。基本的には遠出するって言ったら、高松。そこで、ね、そこしか行ったことないけど、なんか、海を見ながらですね、どんな街なんやろ、どんな世界なんやろ、今みたいにネットで検索もないやん。もちろん。いつもそういうふうに、思いを巡らせましたね。僕の同級生でもそれな、いつも時刻表見てもね、僕ら未だにピンピンと来へんのけど、時刻表見ながら、ここまで行けたな、とかさ、いろいろみんな妄想が、いろいろ想像力をかき立てられるような、そんな、少年時代を過ごしましたね。うん。はい。じゃあね、続き、まあ、これね、もうここまで来たら、ね、根性、ボビー・アトレーザーのこれオリジナル、ね、根性、シルバーですよ、これ、シルバー92号ですよ。ね、指輪にしたら何万円よ。例えば、まあ、これもそうやん。ね、アメリカの、ね、まあ、これ、リック・マーベリックのね、作品ですよ。ね、10万円以上しますよ、これね。けど、まあ、これも、まあ、これの何個分ぐらいのシルバーね。うんね、そんな感じですよ。うん。うん、うん。森高久すの、あ、渡良瀬橋。そうやろ、そう、そんな感じ。そんな感じ。地名があったらね、そこフックがかかるよね。うん。それもさ、こう、思いを馳せるというかさ。うん。これを、つけるよ。ね。この分に関しては、レース針をね。これはこの、革紐はこのレース針ですよ。こっちは手縫い用のね、いや、もうふっとふっとやはり、まあ、普通の縫い針やけど、ものすごく太いよね。うん、ね。で、これは、なんや。ね、これをレース針って。ね。うん。あ、森田から。わかるで。ねえ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 やろ。やっぱこう、ね、月曜日、週の初め。いや、本当はこれね、土曜日にね、お届けするんですけど、けどもね。できるだけやらないとね。ほんでも、まあ、あと、これの革ジャンとかもね、いろいろせないかんことがあってね、いろいろ資料作りですよ。ほんまね、ライブの曲のこととかいろいろせないかんけど、なんかこう、ないよ。あれができへんね。これやってるったら、これを2個取り替えたら、もうこれ以外、気持ちが、他に行かへんのよね。うん。で、ね、これ。これもね、これも鹿川ですよ。ってことをして、で、ね、で、こう、ここで行こうか。ね。これをね、これもボタン式のね、ね、通して、はい、ね、裏のね、演奏のライブ配信の方がそれはあれやけど、これはこれでね、けどやっぱ。あれかな、レザーボビーアートレザーアカデミーどう、あんまり興味ないかみたいな。ボビーアートレザーアカデミー
あー、そっか。これあれやな。あ、惜しいな、これ。惜しいな、この、あ、なるほど、これ。横なんや。縦、こうなんや。こうか。わかった。まあ、これね、オーダー、これもね、これシルバー職人にオーダーするんですけど、これこの リングをね、これも全部シルバーですよ。このリングをね、いつも縦で発注してるんですけどね、横になってるこれ。まあ別に、これに、体勢に影響は全くないんだけどね。これ、今度こうしようか。ね。これをするために。縦に行くね。こう行こうか。こう行こう。ここね、これ逆にレアやね、これ、うん、このボタンだけレアで、このねボタンもね、もうほぼもう一回依頼せないかなと思うけど、ね、制作をね、もうまたこれね、企業努力は僕もしてるんですよ。だけどシルバーもね、まあこれシルバーにこだわらなくてもって言うても、ね、やっぱりシルバー、やっぱりここまでやってればね、こう上質な、まあ、メイドジャパンのこの上質メイドジャパンのっていうかね、せっかく手間暇かけて作れた素材もやっぱりこう一流素材の方がええやん、やっぱりそれね、長いこと使ってもらうわけやからね、うん、間に合わせな気持ちでこういうのは僕にはオーダー絶対来ないですから。やっぱこう、いろいろなね、勝負事というかさ、縁起を担ぐじゃないけど、なんかそういう意味合いをね、持って依頼してくれてるはずですからね。よっしゃ、ね、はい、レザーキャスケットね、の、ね、完成です。これはね、プライドっていう作品なんですね。これはね、いいよ、うん、これはいい、これはね、実はすごくいい。実はっていうか、ボビーアドレザーでしかないよ。まあ当たり前やけどね。これはね、そんな感じで。ね。あ、皮が柔らかそうです。これいいよ。これね、鹿の皮なんよ。鹿。ディアね。ディアスキンって言ってね。で、これはね、ね、ディアスキンのね、皮はね、傷も多かった、荒々しい、ワイルドなね、こう脂肪もあって。けどね、これ今、まあ僕がこれ今羽織ってるのも鹿ですよ。柔らかいし、汗もある程度吸うてくれるし、通気性もあるよね、ある程度ね。こもらない。こもらんことはないけど、軽くて楽やし、こうね、なんていうのかな。皮の方からね、寄り添ってくれる。こう、体に。鹿の皮って。まとわりつくってなかなかあれやけど、第二の皮膚とも言われてるらしいよ。うん、鹿の皮はね。だからね、腕に、体に
身につけるものとかはね、僕がおすすめするのはほんま足かのかですね。ただ、あの、引っかけ、もともとの引っかけ傷も多いし、まあ、デリケートだよね。ある種。まあ、これでももう何年来てる、これ2008年からずっとこれ来てるけど、別に、ね、何や言うのないし、もうジャージの代わりですよ。うん。で、まあ、これも年中ね、かぶれるし。うん。まあ、あれにはそんな向いてないかもしれない。あの、例えば、手帳カバーとかには向いてないかもしれんけど、むちゃくちゃ軽いし、いいよ、あるけど。ね、ちょっとした袋物、あるいはなんか巾着みたいなのにはもう最高やね。うん。うん。うん、さん、ありがとう。うん、革の方から言うと、そう。もう素材がね、ほんまにそういう感じで、自由度があるというかさ、いきなりこうフィットするっていうか、ストレッチ性がすごくあるよ。で、グローブと手袋あるやん。この、僕が今、同じ鹿川でも、まあ、いろんなところがタンナーさんって思ってね、この、今ほら、皮っていうのが、みかんの皮とかの皮を、っていう字で、皮って入れてくれてるやろ。それがね、革命の核、視覚産業って言うんやけど、皮、ね、みかんの皮みたいな皮、最初は皮ですよ。そっからね、舐めしてね、こういう風になった状態をね、革命の核、あの皮、それで皮っていう。で、それを舐めしてこういうね、レザーに仕上げるところがあってね、それはね、それこそ世界中のメゾンの、まあ僕がこれ、たまたまこれいろいろ最近のはずっと使ってる、同じ鹿革でも使ってるのは、まあその色の、さっきも言ったけど、ボッテガベネタのね、手袋とか多分、そこのレザーを手が、を使ってるんじゃないかな。藤岡さんいうところね。うん。そうそう。から、比較産業って売ってもらったら多分出てくると思うわ。うん。レザーね。うん。で、ね、これ、ね、で、まあ、これはね、鹿の皮はね、うん。ボッテガベネタとかね、あとまあ他にも使えるんちゃうかな。まあその辺のやつを、例えば、あんまり見せるもあるけど。なんかないかな。例えば、また出してくれるけど。これね、中野剛さんのドラムの矢野さんのね、富士山麓の10万人のコンサートの時の衣装ですけどもね、このレザーはね、素材はね、馬の皮なんですけど、これはね、その皮はね、作ってるところはね、ルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトンのね、スカートなんかちょっと忘れたけど、その辺は忘れたけど、その辺のね、を手掛けてるやつ。まあ、だから、まあ、同じ、まあ、出元は一緒やけど、実はその辺結構、やっぱり、ね、こういう、個人がね、やってるとはいえ、そういう皮よ。はい。横井さん続きでね、北海道の横井さんと、まあ、愛媛の横井さんで、つながってますけどね、今日は。昨日は美穂さんばっかりつながったけどね。うん。まみさんが作ってくれた馬革のハットとスマホホルダーをお祭りで見た時にとても良かったです。ああ、よかった。まずそれはほら、なんかほら、こう置いてさ、写真とか撮ってくれたらまだ。うん。ね。でもそういうふうにね、暮らしの中で寄り添ってくれるっていうのがいいじゃないですか。そこで一緒に育ってくれるっていうのが僕は相棒のようにね、レーザーを身につけた、身につけてくれただけ、なんていうのな、愛情を注いだだけ、一緒の時間を過ごしただけ、答えてくれるから。うん。ね。はい。ボッティガのね、財布はね、鹿革じゃないね。多分ね、カーフ。ものにもよると思うけど、カーフじゃないかな。子牛。うん。多分、どのタイプのかはあれやけど、あれやろ編み込んでるやつやろこ、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 
ね、あれもね、うちにも、息子が一時期使ってたね、なんかバイトでこうてね、ボビー当てるの使えるわって思うけど。まあ、名シールとかね、使ってくれてるけどね。それでね、営業を回ったりしてますね、今、息子たちはね。なんか嬉しいじゃないですか、そういうふうに。ね、あ、横井さんもそうやもんね。ね、僕のね、横井さんが使ってくれてる、多分カーフ、多分カーフやと思うよ。あの、ボッテガの問題は多分グローブあれや、手袋とか、冬用の。あの手袋結構鹿革ね、いいから。あと、あれ、僕ね、結構同じ、キョンってわかる？キョン。キョン。一時期ね、ね、まあ、これはまあ、キョン。これまあ、あの、ギター服に使ってるけど、ほら、あの、セーム革。メガネ拭いたりとか、あの、キメの細かい、あの、インデン用のやつとかあるけど、これまあ、ヌメっていうかさ、要は、あの、これ天然の、これまあ、自分で挟んでカットしてやけど、何枚か実は、あの、当てる、あるんや。だからもう、ガサッと締めた時期があって、どうしようかと。あの、最初ね、ボビーアートレザーの、で、オリジナルで販売しようと思ったよ。あの、ちゃんとこう、ね、こうして、ちゃんと切ってやね。キルティングのハサミも買って。で、思ったんやけど、あの、ほら、ネットで見たらさ、まあ、同じもんで、まあまあ、比べたら違うんやけど、写真で見たら一緒やん。それがキョンなのか、キョンでもしかね、キョンっていう、見たことないよ。僕は、キョンって言ったら、あの、ガキデカの、あれやん。これ、ガキデカの、古いか。八丈島のキョンってね、死刑とかあるやん。それしか知らんけど、そういうね、小鹿みたいなね、これのレーザーなんです。それをね、舐めして、セーム側でね、こう、まあ、車磨くにいいと思いますね。まあ、もったいないっちゃもったいないんやけど、これね、これカットしてるんですけど、あのね、キョンの革自体ももう こんなもんからちっちゃいんですよ。一時期ね、マニア、やっぱ一時期マニアの人、ほら、レーザーがほら、だんだんマニアになってくるやん。ほら、マニアになってくるから、内張りを入れ、それこそスマホケース、ね。当時はスマホじゃなかったから、携帯や。携帯の、内張りを全部これで作ったことあるよ。内張り。このキョンで。今思ったらものすごい贅沢なんやけどね。だんだんこれも今日もさ、もうすぐ値段高いんや。アトリエのそこで、何枚買うたかな、結構買ったんや。これほんで全部いっとくわ、ってね。あんまり出てけへんから。買ったわ、全部買ったんや。それ全部買うわ、って。眠ってるね。どうしようかと思ってる。まあ、ね、だから、これを、このままね、一枚で、ね、あと好きにしてっていうで、販売してもええやろうけど、やっぱり作品にしたいし、ね、これを大事なものを入れるものの内張りにね、使うとかさ。例えばこれ、あれ、顔を拭くんとかもええかもしれんね。顔っていうか、そのほら、キメが細かいから、個性つけるのがあかんやろうけどね。一時期僕はこれをさ、無駄にやるわけやんか。無駄にっていうか、すっごいこれ貴重なの、実は。何回も食うとするけど。まあ、カットしてるね。これぐらいの、ほら、だいたい売ってるやつ、多分メガネ付近の中の、これぐらいの癖だと思うわ。それが何枚も取れるぐらいの量あるんやけど。で、それで一時期僕ね、これね、洗顔に使ってた時期やったわ。体こうちょっとこう服にね、これを濡らしても構わへんし、こんなもん。濡らして、石鹸でこう洗うやん。で、ここちょっと柔らかくね、優しくなでて。だから、いい感じでね。知らんけど。まあ、そんな感じでね。そう。で、これも、まあ、ある種鹿ですよ。で、これにね、紺色に染めて、点々がついてるとかね、トンボの柄とかいろいろ。それはね、インデンって言ってね。よくほら、なんか、高い、印鑑とか入れるような
あれ、なんか、ちょっとした巾着袋みたいな、ちっちゃいの。あ、この、名前が、こパッと出てこんな、あ、この、ほら、奈良の、なんていう会社だかな。まさきし商店ってあるやん。奈良の。中川、まさし商店とかな。うん。なんか、そういうのに売ってそうなやつ。とかね。うん。まあ僕はね、まあこれはギター、ね、ギター用に、今日もね、使ってますけど。これはまあ天然の色です。こういう色のね。これね、ほんまに、鏡とか拭いてもピカピカになるよ。まあ、あとね、これ、この分、いろいろ歯切れというか、こうね、僕Mac、まあ、携帯も拭くけど、Mac のね、画面拭いてますね。うん。これは、まあ、今はね、いろんな、レーザーじゃなくても、マイクロファイバーいうかな、いろいろあるやろうけど、この天然のこの、なんかね、ちょっと油が、ついてるような感じ？いや、わからんな。ただね、これね、今もこうやって僕持ってるやん。ね。油分奪われる。まあ、トゥルトゥルがなんか、トゥルッとはしたのが、トゥルッっていう感じで。さあやけど、なんか、トゥルッとはしたんやけど、鹿側ね、もう裏の、まあ僕はこう細工してるかもしれんけど、もうここがね、乾燥肌なのに。まあ僕左利きやん。左利きでこう、皮をずっとかかってるわけ。だからもう全部油分持っていかれるね。うん、今日は小時間みたいです。そうそうそう。セーヌ川、セーム川よね。セーヌ川ったら川ね。小川ね。車用に流行りましたが、今はマイクロファイバーですね。うん。でね、今日のね、そう、ボディ服に、まあ、パカッと出したら出てくるんやけど、何枚残ってたのかな。逆に一回ね、これほんまに、ネットで見てへこんだもん。これは僕が販売しても、これをね、カットして僕がここでね、アトリエでこうちょびちょび、そのためにギザギザのハサミも買ったもん。で、なんかしようかなと思ったりしてたけどね、これやったらもう、何やろ、作品に言われても、作品とも呼ばないし、要は、僕のこの、ボビアドレザーのこの、ね、夜勤が入ってるだけやからさ、ジュートやってもね、これはなぁと思って、もう断念して、もう早く5年、5年ぐらい経つんかな、もう。まあ、そね、うん、これは、引き出しの至るところに、これ、ちょっとなんか、ジョキジョキ聞いたやつね。昔結構買ったから。で、まあ、また買い、めったに意外に出てけへんだよね。うん。セーム川。で、やっぱ一時期流行ったよね。やっぱりこう、セーム川。車用に。僕はね、これで思い出したわ。うん。セーム川、うん。そう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 。いや、全然、この売ってたらさ、おまけに、今、旅行先やから、で、これ、もう、こういう配信に、ね、僕のこの、アトリエの何もない配信に、ね、まあ、制作するだけでね、付き合ってくれて嬉しいですよ。あとは、これはね、まあ、配信やからいいか。配信。これをすごく、これたまに僕はよく聞いてるんやけど、これももう手に入らないやつ。違う、まあ、今はこれ、販売禁止のやつ。今はね。うん。ワシン、なんだけ、うん、そう。鏡付近に使えるよ。めちゃめちゃ綺麗になるよ。めちゃめちゃ綺麗になるよ。あとね、メガネとかさ、うん。もう、なるし、あとね、要は鏡面のもんってあるやん。そういうなにね、グラスとか拭いても綺麗じゃないかな。もちろんね。うん。で、別に水つけてさ、こう洗剤つけて、全然もんで、全然大丈夫でね。まあ、その代わり、日向に干したら、スルメみたいに、それこそ、カリッカリになるから。
面白い。今日の配信いいね。あの、よ、ね、あれ、横井さんと横井さんがこう、交互で。ね。ね、横井さんに好かれてるボビーです、僕は。ね。今年のマイトレンドみたいな。ね、横井さん。まあ、そんな感じでね。ね、これね、あの、なんて言うのかな。特徴述べようかな、これね。あの、まあ、あの、これ、普通のキャスケットと形が違うとこがあって、これね、あの、デザインはね、あの、矢野和成さんとね、あの、中見剛さんとかの、ね、ドラマーの、矢野さんモデルなんですけどね、もともとね、一緒にこれ考えたんですよ。こんなんがあったらなーって。あの、ほら、例えば、ちょっと待ってよ。例えば、ちょっと今、サンプルがあんまりないからあれけど、これ、そうそうそうね。そうそうそう。スマホ付近にいいです。ほんまにいいよね。みんな、あの、愛媛の、今、特殊に、まあ、横井さんがね、あの、北海道の横井さんにね、あの、これが、まあ、あの、よくある、キャスケットという、ね、やつですよ。ここね。これは、あの、僕がこれ何年作って、これこそ、めちゃめちゃ古いよ。これ、原型っていうかね、初めて作ったぐらいの時。初めてじゃないけど、で、ここにね、あの、僕の憧れの、超、憧れてやまない、アースシェイカーのボーカルのマーシーさんからね、のサインがここに入ってますね。で、ここにあの、今もお世話になってる、あの、スーパードラマー、マット・オイスさんのこのサインが入ってる。これがね、初めていただいたサインかな。うん。もう嬉しくてね、このために自分はこれをやってきたんじゃないかと思ったぐらい。まだ、その時ボビアトレザーという名前じゃなかったけどね、レックレスという名前でね、レックレスというのは、やっぱ音楽っていうのの、なんか、ものでこう、イメージしようと思って最初。で、ブライアン・アダムスの、アルバムでね、いつも僕はあのライブの前の SE で、始まる前に、その音楽、思い出のサマーをいつもかけるんですよ。で、僕は、登場して、バーンと始めるんですけど、あ、次もそうしよう。思い出のサマーをも、あの、音源持って帰ろう。うん。で、まあ、これ大体こういう形なんですけど、ほんで、やっぱこう、なんていうかな、すごく大げさなっていうか、まあ、これで似合う人もいる。長髪の人とか、こう、わーっと、ね、ロン毛の感じの、ヒッピーデースの感じの人がね、これよく被るんですね。これをね、まあ、こういう風に被ったら、そのなんか大黒様みたいでね。で、これをこう斜めに被ったらベレー帽的な、今ちょっとね、被らへんから、あれけど。で、これの、横っちょがこう、スーパーマリオみたいにもっこりするんだよ、ちょっとな、言うて。ここはスマートに見えるようにしたいんや、ボビー。で、ここは、ベレー帽みたいにこうなったりとか、ここ遊べるようにするんで、できへんかな。で、ハンチングハットみたいに、ね、ハンチングこうあるでしょ？レザーのハンチング。ハンチングみたいな感じもありつつで、とか言って。これハンチングね。うん。で、まあその、ええとこ取りで、生まれたのが、この、プライド001。ね。ずっと002ができないまま、ずっと001のままやけど、これがだから、こういうふうに、ハンチングのようなシルエットになるし、で、こういうふうに、ね、かぶって、でまあ、前から見たら、まあ、これちょっとね、光学レンズやけど、スマートな形の普通のキャスケットに見えるやつでね。で、まあ、ちょっとこう、ベレーにしたりとか。まあまあ、ブログ見てもらったらすぐわかんないけど、全部説明してるから。うん。そんな感じで、ボビアトレーダーのアトリエからですね、手縫いのね、この、レーダーキャスケットのね、プライド001の、この、ね、この縫製、ね、手縫いのこの縫製のね、ところね、ご説明というかさ、そういうふうにして黙々作ってますよというようなことをですね、お届けしてまいりました。また今週もね、素敵な一週間をね、お過ごしください。ありがとうございました。ボビーでした。じゃあね、バイ。